様。今朝のお客様はプロゴルファーの青木功さんと奥様の知恵さんです。お願いします。プロフィールでございまして、青木功さんは昭和17年千葉県生まれの53歳、22歳でプロゴルファーになったんですって、はい、で昭和46年、関東プロで初優勝して以来、国内59勝、はい、海外8勝と輝かしい成績のご存知、世界の青木こと青木功さんでございます、はい、ね、まあ、一口に8勝と世界で海外で8勝というのは、この8勝というのはもう唾飛ばさない、唾が飛ぶほどの8勝なんです。すごいんですか。それちょっとこう軽く流されてグッとこう。わかりました。興奮してます。嬉しそうね。はい、奥様の知恵さんのご紹介でございます。昭和55年の結婚以来、海外挑戦を続ける青木さんのアドバイザー兼マネージャー、マネージャーじゃないの、マネージャーなんです、イングリッシュ、スピーキングペラペラね、でゴルフ界のおしどり夫婦として知られるお二人でございます。嬉しいわ、ありがとうございます。今日ゲストね、お越しになるって聞いた時ね、私青木って前嬢さんアナウンサーがおるんですよいやこれはまあテレビご覧の方分かりませんけどね、僕その人の夫婦が来はるのか、まさかね、まさか青木さんがその1月明けた早々に、その正月早々にこんな日本におらんの外国にいたると思ってましたよ、私は。嬉しいでしょ、ね、ご夫婦で私見直して青木功を、あの人は青木功やったかいなと、まあ、アナウンサーしか頭がなかった。もう分かったからもう興奮してるのは分かります、はい、お話伺いたいじゃないですか、はいはい、まあ、世界の青木と呼ばれ、世界で通用する唯一、うん、日本人ではただお一人のね、ゴルファーでしょ、はいはい、ね、さあその青木さんが初めて世界へ出たのは74年のマスターズだったそうでございます、うん、74年って随分昔ですよね。何年前って言ったらいいの、十分昔だけど4年よね。いや、もうついこの間ですよ、でそもそも世界を目指そうと、その頃はね、日本人だって世界を目指していらっしゃる方いなかったじゃない。その時に世界を目指そうと思われたのはなぜだったんですか。なぜってね、昭和44年にね、アジアサーキットに行った時に、帰ってくる時たまたまお昼過ぎだったのね、それで九州の上空から東京へ飛んでくる、このなんていうの、日本の国が見えたのね、その時に、ああ日本の国がこれなのかと思って、はい、アメリカってのはどういう、どのぐらい大きな国なのかなっていう、そのなんていうのかな、頭の中で思ったのね。でアメリカ行ってみたくなったっていうのかな、それからアメリカを見てみたいって、うん、ちょっとえらい専門的になりますけれども、はい、アジアサーキットで今おっしゃいましたけど、このアジアサーキットにもお行きになったんですか。そうです、これね、アジアサーキット44年にね、うん、まだ今のね韓国とかああいうのないんだけど、香港、あ違う、フィリピン、シンガポール、マレーシア、バンコク、香港、台湾と、で東京で7試合あったんですよ、これ、それ全部行ってやったんですけど、今は10試合ぐらいになってるかな、このアジアサーキットっていうのはプロの中でもね、ここでね優勝された方はねすごいんですわ。私ら簡単に、いや、まあ、えらい専門的になります、すみません、まさか俺青木さん行ったろうと思ってなかった。そのままシューッと来はって、そのままシュッとアメリカ行きはったと思ってましたから。じゃないですね、たまたま43年の9月にね、日本プロで島田耕作に負けたんですけども、日本プロで3位に入って、それで翌年のアジアサーキットの出る権利が取れたんで、それで行ったんですよ。その時はゴルフはバラバラになって帰ってきましたけどね、まあ、それがいい経験になったんじゃないのかな、あ、そう、日本のように環境の整ったゴルフ場じゃないですもんね、でもすごいですよね。で見てみたいっていうのをいらっしゃって、はい、でもあちらでアメリカ人のね選手と混じってプレーをして優勝すると、賞金金額っていうのすごいんでしょ、向こう。金額は日本と今変わりませんけども、やっぱりやること自体がね、なんていうのかな、大体自分は英語で喋らないですからね、やっぱりこのうちのかみさんと知り合ってからもっとこう行きたくなるっていうのかな、気持ちが。奥様とお知り合いになられてからピューッと伸びたって、皆さんの、ねえ、ピューッて言うけど、それはやっぱりある程度はね、自分もこう努力してたからあるんだと思うんですよ。それはだけどやっぱりそれはもう奥さんが努力なさってなくちゃ、それはねあれですけど、そうじゃないですか。私が仮の奥さんにマネージャーしてもらってですよ、私がほんならプロになれるかなれませんやんか。やっぱり元がそれは男は男でないがしろされたら困る。分かる、その例えでとってもよく分かりました。だって自分なりの戦いができるようになったって、83年のハワイアンオープン、ね、優勝した。ちょっとそこのところがもうすごい、ね、劇的やった、これ青木さん何番ですか、これは。これはね、ワンバウンドで入るんですね。これがね
チップインイーグル、うん、ちょっと負けちゃった人が返しちゃったね。トップはジャック・レナーだったんですけれど、このチップインイーグルで優勝、日本人として初めて米国ツアーをものにした。うわ嬉しそう。あ、この人も放心状態、結局ね、あの人も青木に負けたんですわ。つまり勝負に負けたやなしに、でもね、と僕は思う。でもそれもそうだけれど、その時に奥様の一言があったんでしょ、知恵夫人の最終日の日なんか言ってましたね。なんと奥様の一言で、覚えてないの。要するになんていうのかな、日本では自分でその当時確か40勝ぐらいしてたわけ、うん、で競ってる人たちが 2,3 勝しかしてないんで、うん、その勝ち負けの経験者はあんたの方が上なんだよっていうことを言ってくれたよね、うん、あ、それもそうだなと思って、だから負けてもそんなにこのアメリカでやってるし、うん、負けるわけないなって自分のなんていうのかな、うん、気持ちの中にスッとこう言ってくれたっていうのかな。私なんか言ってあげたいって、今日はこう何を言ったら聞くかなっていうのがお分かりになるんですか。朝の雰囲気でですね、うん、もう緊張してる時はもうわざと喧嘩みたいな打ったりして、カカカカさせられるんですよ。喧嘩打ったりもなさんですか、うん、しますよ。特にマスターズなんてもう行くともうこんなになってますからね。あ、そうするともう喧嘩売りますよ。あ、そう、そうしないともうほぐれないでしょ、うん、どんな風に喧嘩売るんですか。何やってんのとかすごいですか、我々夫婦は。それはやっぱゴルフに関しておっしゃったりもするんですか。もちろんゴルフのことも、生活はもう全然もう関係ないですから。もでも奥様はあの運転なさる、通訳なさる、もう全て管理なさってらっしゃるんでしょ。仕方ないですよね。だからいつの間にかそういうふうにはめられちゃった感じですから。でお料理もお作りになる、うん、あ、お料理はもう一番嫌いですね仕方なしになってます。嫌いだ嫌いだって言いながら最近はできるようになってきたので、少しあの主婦をやってますからね最近は。いや、すごい忙しいんですよね。いい奥様ですよね。だからどっぷり青木功という人に使ってるわけです。奥さんは使ってます ね。功さん一色です。ね、これは何の写真ですか。あ、これはどこにいらっしゃる。去年ですね、去年、去年 のモロビーチでね、最終戦があったんです、あのチャンピオンシップのね、うん、あの時 の、まあ、車からちょうど自分のバッグを背負って、まあ、キャディに渡す前の写真なんですけどね。まあ、とにかく奥様あの80年の全米オープンバルタスロールの戦いでも、うん、チェ夫人のその一言で、うん、こう気分がふっとリラックスできたっていう、いつもとてもいい助言をなさるそうなんですけど、うん、この試合はギャラリーの 100% が ニクラウスの応援をしてたんですね、うんうんうん、でその時にもうそのニクラウスが応援してるなっていうのを察した奥様はパッと青木さんにおっしゃった言葉が何でしたっけ。まだ全然私忘れてる何ておっしゃったんですか。なんか言った、私、うん、私はジャックに、ジャックに、ジャックの応援なのは分かるけど、うん、ね、そのあんたにも、うん、そのアメリカ人の応援してるんだよっていうことを言ったっていうことね、うん、だから英語が分かんないから、どっちかって言ったら 100% 自分に応援してるもんだというような形のね、うんうんうん、このニュアンスっていうのあるんですよ、やっぱりね、うん、それは奥様の知恵ですね。だってほら、うん、青木さんはあまり英語がお得意じゃない、ないからもう奥様はペラペラでしょ、うん、だからそこら辺を分からないように、みんなもう周りのアメリカ人は日本から来た、うん、あなたの応援をしてるみたいよ、ほらほらみんな言ってるの、うん、応援してるのよなんて言ってくださる。生地知らんほうがいいわけですねそこにいるんじゃないのよ。やっぱりね、知らなくて済む時と、うん、知らないで、うん、こう孫つく時は女房がいないとダメってこと ね。 あれ確かね、3番ホールぐらいまでね、なんか自分の頃してなかったんだよね。4番までね。でショートホール終わった段階で私がなんか言ったんですよね、うん、ああ自分のゴルフしてないなっていうのも奥様は分かるわけよね。それがね、最終日に出てた時確か2番でスリーパーしてボギーしてね、4番でボギーしたのかな、うん、それでジャックに2ストローク負けて、そのままずっと最後まで2ストロークで終わっちゃったんですけどね、うんうん、その時にこの何やってんのっていうような感じ言われましたよ、うんうん、何やってんの自分のプレーしなさいよって。そうそういう感じね、うん、さて続いてはコマーシャル遊びまして、世界の青木さんが一振りしてくださるそうです。うん、そうね、一振りというか嬉しいでしょ。まあ言うてたら ね私気になること一言聞きたいんで、うん、素人をこうゴルファーとして、うん、はい、まあ、じゃあ、はい、興奮を抑えてね、まあ、コマーシャル行きましょう、はい、コマーシャル。まあ発泡中嬉しそうで、全国のアマチュアゴルファーの方に一言聞くように、私も含めて、はい、私
プロで、あのスライスがどうしても多いんですわ。ハッコちゃんはどうでもいいの。一振りしていただきたいの。一般的にスライスが多いんですけれども、ちょっと見てもらう。ただね、あの、なんていうのかな、まあ、ちょっと振ってみてください。奥様も。そのぐらいで振ったらそんなにスライスしないんじゃないかと思うよね。ただね、なんていうのか、一般のアマチュアの人でもプロでもそうなんですけど、構えた時にこうちょっと構えてみて、あのラインがね、目線っていうのかな、あの自分の打つ方向に対してのスタンスの取り方とか、あれが間違うのが多いのね。スタンスの取り方、はい、だから今仮に八方さんがまっすぐ向こうを打とうとした時に、はいはい、スタンスはもう左向いてるわけでしょ、これ。あ、ちょっとオープン、だからこれがこういうふうにしてみると、ほら、はい、これだけ左向いてるわけですよね、はいはい、目だけがあの進行方向向いてる場合が多いということ。だからこのこれに対してまっすぐ立つ、やっぱまっすぐですか、まっすぐ立つ時にこう構えて、はいはい、この目線がね、いいですか、まっすぐこう立った時に方向こっち取った時、この辺でみんな終わっちゃうんですよ。ああ、そうすると右向いてるんですよ、はあ、もうちょっとどっちかというとこうこっちまで向くぐらいのつもりでちょうどまっすぐなのね。あ、いいですか、こう見てそれから立つということですか。そうそう、はあ、それでこのまま前後姿勢にこう下を下ろして、はい、こうやってやったら大体ほとんどまっすぐ、はあ、あの向けるはずですよ。立つ位置です皆さん、もういいから青木さんに一振りしていただいて、はい、生放送でございます。次回の時間がございます。僕は振らなくてもいいですよ、いやでもやってよ、それみたい、ねえ、こんな間近で見れるの。そうそうそう、お願いお願い、一振りが。じゃあね、じゃあその、 あのカメラの方向に向いて打つとしたら、はい、大体このぐらいね、音が違います、こうこういう風に、ちょっと窮屈ですけど、はい、ね、ないっしょ、ボールがなくてよかった、ね、ね、どうもありがとうございました。少しそういうの写真撮ってもらいました。おー、ちょちょちょ、そのクラブ買って、これチャリティーに出さないと。よかったじゃないですか。でも、あの、本当に青木さん、今日本の若いゴルファーでも、うん、海外にどんどん、はい、ね、出たい、それから海外で優勝したいっていう人が多いと思うんですけど、なかなか難しいでしょうね、うん、海外はの壁は。うん、まあ、やっぱりあの、なんていうのかな、今この日本にいる人たち、うん、若い人たちっていうのは技術の差っていうのはそんなないと思うのね、うん、あとは経験だと思うんですけども、やっぱりアメリカで今年有望な人じゃないかなっていう人でさえもって勝てないんだから、うん、早々 2,3 試合行っていい成績出そうとか、うん、勝とうとかっていうのは難しいんじゃないかな。そうでしょうね、まあ、ましてあのアメリカのゴルフの層ってものすごく厚いですから、うん、世界ですからね、アメリカは、アメリカ人だけじゃないですから、ないからね、うん、でも話がらっと変わりますけれど、青木さんは奥様と出会ってからずいぶんとお変わりになったって、前の写真なんか出るとちょっとあのパンチパーマみたいな感じ、そうそうそう、すごく奥様、うん、全部このお洋服やなんかも変えてらっしゃるんですか。前ちょっと派手じゃなかったですか。派手でしたね。ねえ、すごく派手でした。すごく派手でした、ね、派手って濃淡で派手だったの。もう全部アンバランスでやってたから、うん、今はコーディネーターがいますからね、ちゃんと全部シックで、かっこいい、素敵、すごくこう、ね、かっこいい。しかし、でもやっぱり経験なんでしょうね、この今の精神状態でデビューして22歳やったら何も活躍上がりませんでしょうね、逆に言えば。いや、やっぱりこれは今ここへ来てはそういうふうに言えますけども、うん、その当時前からこの状態では、うん、無理でしょう、ならないです、ね、やっぱりこう悪い時があって、うん、いいのがあって、うん、悪いことをしてて、ね、いいことを覚えたりやっぱりしてますからね。そうですね、いろいろないと強くはなれないんでしょうけれど、ゴルファーになってて、あのゴルフをやってて一番良かったってお感じになる時はどういう時ですか。うん、やっぱりあのなんていうのかな、まあ、このスポーツね、うん、やっぱり自分勝手に、変な話、趣味と実益兼ねて、うん、お金になって、うん、自分勝手にできるでしょ、うん、こんなスポーツないですよ、うん、だからもう目いっぱいね、自分がなんていうのかな、おそらくゴルフやってるうちね、自分で長く 1年でも長くしたいっていう体調もしていくし、やっぱり初優勝してここまで来るのと同じように、やっぱりこれから何回勝てるかなって、この自分の希望とか、うん、そういうのあるし、すごくこう自分にはこのスポーツっていうのは最高の
スポーツですね。あの人生ですね。それ幸せですね。お好きなことをやってるってね。すごく幸せだと思います。でも奥様も支えてらっしゃるんですから、青木さんとあの夫婦で夫婦喧嘩なんてあるんですか？仕事ですよね。特命の喧嘩するときは。それなんですよ。それはね。あの本人たちはあまり喧嘩っていう意識はないんですよね。うん、でもわりかしその。何でもお互いに言っちゃいますから、だから他人が見たらやっぱり喧嘩に見えるんでしょうね。何でも言っちゃう。そうですね。やはり常にツアーですから、部屋に入った時2人でしょ結局は。とにかく四六時中一緒って感じですよね。そうですね。部屋で喧嘩するのは嫌でしょ、2人だからこう背中合わせになるのは嫌だから外でしちゃうんです。はい、まあ珍しいですね。そろそろはね、青い空の下でね。今ツアーでバーン音がね。ではあのね、青木さんのファンとしてはね、あの優勝した時に奥さんがプーッとこうやって抱きついてキスをするシーンなんて本当素敵。あれはもう自然と、あれは自然でしたね。ですからなんかあれだけ取り出されるとちょっと恥ずかしいですね。なんかあの常にうちはそういう娘にしてもそうですからね、出かける時はとかそういうのは常にしてましたから。ああ幸せそうなご一家でございます。もうこれからもうんとたくさんいい成績を残してください。それでは奥様いつまでも仲良くねご活躍ください。なんて言ったって日本が誇る世界の青木ですから。ありがとうございました。ありがとうございます。